コンピューターに支配された世界の中で人間は仮想現実を見続けている。これは人気映画マトリックスの世界の中の話なんですけど、実はこれね、今もしかしたら皆さん現実になりつつあるのかななんていう感じの話をしたいと思います。皆さんね、今人間がコンピューターの下請けになりつつあるって知ってましたか？コンピューターに支配されていると言っても過言ではないかもしれません。どういうこと？って思いますよね。これ落合陽一さんの本で働き方 5.0という本があるんですけど、この中で書かれています。今回はね、この働き方 5.0 の内容を少しだけ紹介しつつ、これからの働き方や仕事消滅時代を生き残る方法について考えてみたいと思います。前半ではね、今仕事がどんどん失われているんだよというような話、それから後半では人間がコンピューターの下請けになっているんだよという話をしていきたいと思います。このチャンネルでは好きを仕事に自分らしく生きるをテーマに、ビジネスや自己啓発、社会システムに関する動画をお送りしています。ビジネスやこれからの社会に興味があるよという方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。あと最近ではですね、 YouTube のサブチャンネル、それから TikTok も始めています。そちらも大好評なので、概要欄からね URL をクリックして、ぜひそちらも登録お願いします。まず最初にですね、この働き方 5.0 についてなんですけど、今回の動画はですね、この働き方 5.0 の解説というよりも、それを元にした私杉山の考えというふうに捉えていただけたらと思います。まずはこの本について簡単に説明しますね。働き方 5.0 ってどういう意味かっていうとですね、狩猟社会、狩りですね、その社会を 1.0、 農耕社会、農業の社会を 2.0、 工業の社会を 3.0、 情報社会を 4.0 とすると、今また社会に大きな変革が起こった新しい社会に変わりつつあるよと、その新しい社会のことを 5.0 というふうに呼びますよと。でその新しい社会は、こう今までの社会と違って AI、 ロボットと人間が一緒に働く時代なので、働き方革命の社会とも言えるよということで、働き方 5.0 というタイトルになっています。でこの本の著者は落合陽一さんですね。落合陽一さんは東京大学大学院の卒業で、現在はメディアアーティスト、筑波大学の准教授だそうです。でお父様は30代40代以上の人はね、ご存知の方も多いと思うんですけど、作家の落合信彦さんという方ですね。かなり有名な作家の方です。で落合陽一さんはニュースピックスとかね、メディアでも活躍しているので、コメンテーターみたいな人だと思われている方もいるかもしれませんが、ちゃんとした学者、研究者なんですね。でどういう研究をしているかというとですね、私調べたんですけど、もうちょっと難しくて、もう文系の私には理解不能でした。理系でね、興味ある方はぜひ自分で調べてみてください。今回ね紹介しているこの本も、ちょっと難しいので、皆さんにお勧めするかどうかって言ったら、ちょっとお勧めはしないんですけど、本当にね、落合陽一さんってね、社会の先を見通すすごいイノベーターだと思うので、ぜひね注目しておいて損はないんじゃないかなと思います。さて本題に入って、最近よくね、本田健さんなんかも仕事消滅時代とか言っていますけど、あとね AI に仕事が奪われるとかね、よく聞くじゃないですか。具体的にこれどういうことなんだろうと、なんで仕事がなくなるのっていうことについて最初にお話していきます。まずなんで仕事がなくなるかっていうことの一つ目はですね、やっぱコンピューターの普及ですね、 IT 化、それによって仕事が失われていきます。なんでかっていうと、コンピューターはですね、総当たり戦が得意というふうに落合陽一さんは言っています。総当たり戦ってなんだというと、電話帳の1ページ目から最後まで全ての番号を検索して、この番号と同じ番号を見つけなさいとか、そういう仕事がコンピューターはめちゃくちゃ得意なんですよと。これ人間でもできるじゃないですか。でもコンピューターは人間の何倍、何十倍、何百倍もの精度で、何百倍もの速さで、その作業ができるんですね。単調な作業、単調な繰り返し作業ですね、こういうのはもう人間よりもはるかにコンピューターの方が得意だよと。単純な入力作業とかね、伝票処理とか、そういうものは人間にやらせるよりもコンピューターにやらせた方がよっぽど早いということで、そういう仕事はどんどん人間の手からコンピューターの手に移っていきますよということです。でもう一つはインターネットの進化によって仕事が奪われます。よくね AI に仕事が奪われるというと、いや私パソコン苦手だからどうしようとかっていう人いるんですけど、意外とねパソコン苦手な人よりもパソコン得意な人も仕事を失う可能性あるんですよ。仕事を失うっていうか、もう価格破壊が起こって
っちゃって価格競争に巻き込まれちゃうっていう感じですかね。まあ、例えばホームページの制作とかデザイナーとかね、もうこの人たちもいやいいですねパソコン得意でみたいな、これからの社会生き残っていけるじゃないですかとか思うかもしれないですけど、こういう人たちが安泰じゃないんですよ。例えばね、会社のロゴを作りたいとかホームページを作りたいなんていう時にですね、昔だったらあの知り合いのね〇〇さんに紹介してもらって、地元の企業を紹介してもらって、ロゴデザインで何十万、ホームページ作るんだったら何百万かかるよみたいな、そんな感じでやり取りしてたんですよね。でも今だったらクラウドソーシングサービスっていうのを使うとですね、半額以下、下手したら10分の1ぐらいの金額で作ってくれる人がわんさかいます。まあ、クラウドソーシングサイトっていうのはどういうのかっていうと、フリーランスで仕事をしている人と依頼したい人をつなぐようなサイトですね。でですね、例えばロゴを作ってほしいよと、10万円でロゴを作ってくれる人いますかっていうと、おそらくもう一瞬で10人以上応募があるんですね。で、本業の人はもちろんなんですけど、もう第一線を退いて子育ての合間にちょっと仕事をしたい主婦とか、美大に通ってる学生とか、デザイナーを目指してる若者とか、そういう人たちも応募してくるんですよ。なので全然今までよりも安い金額でやってくれると。で、別にね、我々からしたらプロにやってもらおうが美大の学生にやってもらおうが、クオリティが良ければどっちもいいわけじゃないですか。ちゃんと物を収めてくれればね。なので金額とその内容を見て、あ、じゃあこの人に依頼しようっていうのを依頼する側が決めれるということですね。そういうことが可能なんですよ。と、一時期ですね、このクラウドソーシングサービスを使ったウェブライティングっていうのがですね、こう副業のスーパースターだった時代があるんですね。でもどんどんそのね、ウェブライティングっていうものに参入していくフリーランサーとか、ブログで収益化させようとする業者なんかが増えていくとですね、どん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 その単価って下がっていっちゃったんですね。それに代わって2019年ぐらいから最近まではですね、動画編集が注目されてたんですけど、これもですね、最初は1本3万とかでやってたのが、もうどん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 単価が下がって、参入する人が増えてくると単価が下がるんですよね。で、今はもう1本3000円とかでやり取りされています。これに加えてですね、海外に発注するっていうケースもあるんですよ。例えば日本だったら3万円ぐらいかかるような仕事がですね、インドとかフィリピンのフリーランスの人に依頼すると、3000円とかで全然喜んでやってくれるよっていうようなことがあるんですよ。なのでこういう影響を受けて、スペシャリストの人もかなり仕事に影響が出ています。この前ですね、私の友人のピアノの先生がですね、発表会用のプログラムを作りたいんだよって言って相談してきたんですよ。で、まあ私が作れば30分ぐらいもあればできるような仕事だったのでね、別にお金いいよって言って、ランチでも奢ってくればそれでいいよなんて話したんですけど、その時にですね、あ、でもこれ別に困ってるんだったらインドとかにね発注すれば普通に2000円ぐらいでやってくれると思うけどねなんつって話したら、なんで私がそんなバカなことあるって言って、私がね発表会のプログラム作るのにインド人とやり取りするなんておかしいでしょうとかって言われて怒られたんですけど、いやでも実際そういう時代になってるんですよね。もうなので、結局ですね、事務系の単純作業とかそういうのがコンピューターに奪われているっていうのはもちろんなんですけど、専門家のね仕事もですね、簡単にできるような仕事についてはどん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 ね、単価が下がって厳しい戦いが強いられていく、そういう時代になっているよということですね。そういう中で一番最初に企業からカットされる仕事は何かっていうとですね、それは中間管理職なんですね。専門職とかスペシャリストは、まあ単価が下がったとしても、もう例えばロゴのデザインとかまでね、AI でやらせるって言ったら結構なお金がかかっちゃうんで、そのシステムだけでね、スペシャリストとか、まあしばらくは単価下がったとしても抱えられているだろうと。で、アナログな世界ってどうしてもこれからも存在し続けて、そこまでねコンピューターが管理すると余計にコストが高くなってしまうので、簡単な事務とかね現場仕事とかそういうのも一定数は絶対残り続けるんですよ。じゃあどこを削るかっていうと、ああしろこうしろって指示出したり、ちゃんとプロジェクトが進んでるかなって管理するような仕事が削られると。じゃあそこの部分の仕事はどうするんだっていうとですね、その部分の仕事を AI やコンピューターがやっていくんですよ。いやいや、そんなことできるわけないだろうと。機械がね人間に指示出してプロジェクト管理するなんて無理だよと思う人もいますよね。でもね、これもうね実際導入されてるんですよ。どういうところで導入されてるかっていうとですね、今流行りの Uber Eats ですよ。あれね、配達員がここに商品取りに行って、ここに届けなさいって言って指令を受けて配達するんですけど、じゃあその配達員に指令を出してるのは誰ですか？オペレーターじゃないんですよ。コンピューターなんですよ。
Uber Eats の仕組みをご存じない方のために簡単に説明しておくと、まあ、まず注文する人、私注文する人だとしたら、注文する人がこうアプリでこうメニュー見てピッピッと注文するんですよね。そうするとそのシステムがお店の方にピッと行って、これを何個作りなさいとお店の人に指令を出すんですね。同時に近くにいる配達員に対して、この配達対応できる人いますかと言ってピピピピと通知を出すんですよ。そんで早い者勝ちで、あ、私行けますと言った配達員に対して、じゃあここに商品取りに行ってここに届けなさいというふうに指示を出すと。で、配達員はそのアプリに言われた通りに商品を取りに行って言われたところに配達する、そういう仕組みです。で、この一連の流れを管理しているのはコンピューター、Uber のシステムですね。で、もちろん不測の事態もあると思うのでオペレーターもいると思うんですけど、オペレーターですらもですね、コンピューターに指示を出されています。コンピューターからピッと指令が入った時に、どこどこでトラブルが発生したからすぐに連絡を入れなさいと言われて、あ、はい、わかりましたと言って連絡を入れるんです。で、こうこうこうしました、で、はい、対応済み、ピッとまたコンピューターに報告すると。で、報告しないとちゃんとできてますかってコンピューターからまた連絡が来るみたいな、そういう仕組みなんですよ。これ、まあ、Uber が今代表的なものとしてね言ったんですけど、もうこういう仕組みだったらいろんなところで取り入れられてるんですね。で、つまりこれどういうことかっていうと、人間が AI の言う通りに動くことによって成り立っているシステムなんですよ。これね、結構革新的なんですね。つまり人間が今まではコンピューターを使う側だったんだけど、これから人間がコンピューターの仕組みの一部になって、その仕組みの中で動くということなんですよ。言ってみれば人間が AI の下請けとして動いていると。いや、そんな世界になっちゃったのかと。もう人間はね、じゃあそれで不当な支配を受けて、もう不当にコンピューターから搾取されていると、そう感じるかというと、そんなこともないんですよ。例えばそのさっき言った Uber の、ね、配達員なんてね、むしろ自由で楽しそうだなと羨まれてるぐらいですからね。まあ、本人たちはね、いや割に合わないですよこんなのなかなかとかって言って笑ってるんですけど、まあ、本人たちだってね、別に嫌だったらすぐ辞められるし、コンピューターにねがんじがらめにされてるわけじゃない、割と楽しそうにやってると。じゃあ逆にこのコンピューターがこの Uber のシステムに介在してなかったらどうなるか、それ想像してみてください。まずお客様が電話してきますよね。で、お店の側の立場に立つと、なんか忙しい、もうどん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 忙しい時にピーって電話鳴って、うわ、もうこんな忙しい時にも手洗って、もうはい、もしもしって言って電話出て、で、はい、出ました。で、じゃあこれと、あとどうしようかな、これこれいる、うん、うん、これあいい、うん、あとじゃあ、あの住所はね、あのスーパーの横ら辺なんだけど、わかるみたいな、もうそんなやり取りをもう忙しい合間に、もうトン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 とやってる合間にしないといけない。もうイライラするわけですよね、お店の側としても。で、電話する側からしてもですね、なかなか電話に出ないこの店だとかね、スタッフの対応が悪いとかね、そういうことでまたいさかいが生まれたりする。配達する側にしてもですね、じゃあお店のものを配達するって言っても、どこに配達すればいいんだと、まだ そこのお店のスタッフと揉めたりとかですね、住所見ていちいち地図調べてね行かないといけないとか、じゃあ料理ができたタイミングでちょうど手が空いてなかったとか、もうそれでまたストレスがめちゃめちゃ溜まるわけですよね。で、届けるときに、じゃあお釣りがどうだとかね、お皿取りに来てくれるのかどうなのかとか、そこでまた余計な摩擦が生まれると、もうめちゃくちゃもうストレスだらけね、それがコンピューターが真ん中にいることによって全部そのストレスないわけですよ。つまり人間は AI の下請けになるからといって必ずしも支配されてるとか不幸になるとかっていうわけじゃないっていうことなんですね。むしろ人間同士だから生まれていた余計なストレスから解放されたりもすると。でもね、これによって困るのは、先ほども言ったんですけど、中間管理職の人たちが仕事を奪われちゃうよということですね。中間管理職の人たち、知的労働者、ホワイトカラーと呼ばれているような人たちです。なぜならこういう人たちはコンピューターに仕事を奪われて不要になってしまうから。で、スキルを持った人、スペシャリストとか専門家は、まあ、単価が安くなっても必要とされますよと。またファンがついていると、高くてもその人から買いたいみたいな人がね必ず買ってくれますから、そういう仕事は絶対に必要とされ続けるよと。あと教員とかね、弁護士、医者、あと国家資格系ですね、そういう人たちは、まあ、価格競争に巻き込まれにくかったりするので、そういう人たちも生き残っていくよと。で、あとですね、現場で働く人たちね、もう最前線で働く人たち、その人たちはコンピューターのシステムの一部として働くことにはなるんですけど、なくなりはしません。
さっきのウーバーの配達員と同じですね。ウーバーがいきなり自動配達にパッと切り替わるわけじゃなくて、まあ数十年後にはなってるかもしれないですけど、まあしばらくはそのシステムの一部として人間は動き続けるよと。スーパーの店員さんとかね、工事現場の作業員とか、こういう人たちはまあヘッドセットみたいなのつけて AI から指示されながら必要な作業をこなしていくというふうになるんじゃないかというふうに落合陽一さんは言っています。ところがですね、そうなると、じゃあ今まで現場で指示をしていた人たち、そういう人たち、現場の人たちをまとめてなんか報告書書いたりしてね、上に報告したりとか予算立てたりとかね、そういう仕事をしていたホワイトカラーの人たちの仕事っていうのはほとんど不要になってしまうんですね。ホワイトカラーって呼ばれていた人たちもですよ、まあパソコン使ってる IT 化に対応しています私はみたいな顔しててもですね、結局パソコンで何やってるかって言ったら Excel と Word ぐらいのもんなんですよ。そんなのはね、もう全然もう AI からしたらへでもないような仕事をしてるわけですよ。もうこんな人差し指でピッ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 ピなんて打ってねやってたとしても、全然そんなの IT 化でもなんでもないよと。だからそういう人たちは IT 化で仕事がなくなるなんて言われても、俺たちは大丈夫だと思ってても、そんなのはもう全然全く逆なんですね。むしろ仕事を失うのはあなたたちですよという話なんですよ。で、じゃあホワイトカラーの人たちが生き残るためにはどうしたらいいかっていうとですね、それは創造性と専門性を持った知的労働者を目指すことだと落合陽一さんは言ってるんですね。専門性と創造性を持った知的労働者、そのことをですね、クリエイティブクラスと言います。創造性っていうのは何かを生み出すことですよね。新しいものを生み出す、アイデアを生み出す、0から1を生み出す、それはコンピューターが最も苦手なところなんですよ。そこをカバーできるような知的労働者じゃないと、これから存在意味がないよということですね。パソコンでこんななってね、人差し指でピッピッピなんてやってる人はですね、どんどん仕事を奪われていくよと、そういうことですね。ということで今回は働き方 5.0 人間が AI の下請けになる日というテーマで動画をお送りしました。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。